食べることしか考えてない。分の買います。センターだけ時あんまり C 面はね、若者の街っていうイメージは私の中で、久しぶりに人いっぱい、今日は日曜日なので人がいっぱいいます。はい、ドリンク買います。どれにする？この左のパイナップルシークワーサーとライスティー、美味しそう。ゲット、パイナップルシークワーサーゲットです。美味しいね。もう夏はさ、もうこのシークワーサージュースに限るよな。で、今からブーローカのお店、どこ？ここ天天里。ショーとルーローファンのメンバージョンみたいな、ラムと青ナイタ、はい、あとこれ大根餅です。美味しそう。いただきます。どう？美味しいよ、ね。うん、味がしっかりしてるね。そう、このね、大根餅もこっちとこっちでかかってるソース違う。こっちは甘いタレ、こっちはより甘いタレ。あ、より甘いタレ、うん、美味しいです。はい、これ天天里っていう、天天里、天天里で、ご飯を食べました。美味しかった。あ、お腹が満たされた。いや、マジでルーローハンめっちゃ美味しかった。おー、すごい大人気店。大人気、地元の人でにぎわってる。でも本当一番好きかも。本当。ここのルーローハンの味が。なんか台湾人の友達が、はい、あそこが一番うまいです。ああ。
いお店に来ました。はい、これどこだっけ、中山の方、うん、中山の方に戻ってきました。夏といえばね、このピンザのかき氷を食べないと。来ました、夏といえばピンザのかき氷でしょマンゴーかき氷とあとはミックスジュースです。このね、あのピンザンっていうかき氷屋さん、夏の期間しか営業してないんだよね。4月の中旬から10月末までらしいです、うん、あの台湾産マンゴーを使ってるから、そのフレッシュなマンゴーが取れる時期しか空いてない。なるほど。観光客にも人気でもう満席だね、店内は、うん、私たちはテラス席で食べます。おいしい。甘いね。甘いの、こうやってゴロゴロのマンゴーがやっぱおいしい。101の人体フォン食べよう。そうね、ね。ここさ、なんていうんだっけ、赤峰街。中本寺。この辺懐かしいね。ね。前住んでた家の近くです。うちの家の前通るんじゃない？通るね。ね。ここね、結構なんかカフェとか雑貨屋さんとかちょこちょこあって、うん、人気のエリアだよね、ここ。ここでよく食買ってましたあ、で、ここでフィルムカメラ買いました。ここ人気なの、すごい。あ、そしてここでよくね、お花も買ってました。ほとんどここの通りで済ましてきて。あの、ルックブック撮ったのもここや。あ、そう、ルックブックもこれだった。あとなんかここの2階のカフェが結構人気だよね。あ、ここね。そう、ここ。あとここのね、1階のなんか お皿屋さんも人気。日本の食器売ってんだよね。そうそう。新しいカフェもできてる。本当だ。ここは本当によく散歩してたよね。あっちの奥のさ、イタリアンレストランも美味しい、ね。あ、そうそう、あの奥に。パルコパルコ。あ、そう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 。イタリアンだと。イタリアン美味しかったよね。うん。でもうちのマンションが本当に目の前。どうも見えない。ここね。私たちが住んでたマンションです。あ、ここの通り。もう言っちゃった。あと何よりもここのマンションで一番行ってたのはくら寿司。着きました。さて、まあ、今日夜ご飯ディンダイフォン食べましょう。そうね、うん、チケットだけ取って観光しましょう、はい、すごい遅いね。だって今日日曜日だもん。ディンダイフォン、このね、ディンダイフォンで受付受けた後にもらうレシートみたいなやつの QR コードをじゃあして、これね、現場って書いてある現場って書いてあるやつを押すと、この 今の呼び出しナンバー出てくるから、まあ近くなったら行くと。そう、そういう感じです。これ100組以上あるんだよ。100組。ここどこだっけ。13、新井 A13、 この
リンダイフォンは1時間何分でしょうか。どこも多いよ。こっちの方がだって席数少ないでしょ。そうそう、まあ、今夕食時の日曜日ですから来ました。何？オレンジウーロン。美味しそう。今このフードコートみたいなところでお茶休憩してます。リンダイフォン2時間半待ちだったから、その間の時間をマッサージに行って埋めようと思います。なのでこれ飲み終わったらちょっとマッサージしに行きます。この後行くマッサージ屋さんはどんなところ？お気に入りなところ。お気に入り。あ、谢谢。七点十分 ，OK。OK。好，谢谢，拜拜。七時十分に取りました。七時十分。ちょっと移動しないとね。ね、電話で予約しないと入れない、マッサージ屋さん。なんかね、場所変わってビルの中にあってたから、予約しないと多分入れないんじゃない。なんか足がパンパンなの、なんかしないけど。明日からめっちゃ忙しいから、忙しい、移動するから、そうそう、とりあえず今日の疲労はゼロにしとかないと。そう、明日から台東に行くので今日体を休めとかないと。マッサージしたらちょうどよくお腹空いてご飯食べて帰れちゃう、うん、じゃあ移動します。はい、ここはドンチュです。ドンチュの端っこやな。ドンチュの端っこらしいです。この近くにマッサージ屋さんがある。あそこかな、47番か、うん、ここのマンションみたいな4階。え、やってるこちらのマッサージ屋さん、とにかくね、初見だったら結構入るの勇気いるっていう感じのマッサージ屋さんで、前回も行こうとしたんだけど休みって予約取れなかったの、うん、いっぱいで。今回は入れるみたいなので行きたいと思います。ここね、こここの47。どうやってやるの？ピンポンじゃないかな。ピンポン、4階。あ、これだ、ほら。あ、本当だ。これをピンポンして、はい、で押すとこれはディープ台湾。でも中国語喋れる人方とかさいると思うから、見てる方の中にね、電話とか苦じゃないよっていう人はおすすめなんでしょう。マジおすすめ、ここ彼の一番のおすすめのマッサージです。你好。嗯，你好。来看一下，再确认一下。綺麗、明るくて、ね、うん、ここはね、全身もあるし、うん、何でもあるけど、うん、全身もおすすめです。あ、そうなんだ痛いですか？痛いですあ、私も肩凝りまくってんだよ、私本当に。今まで何されたことないような、なんか剥がされてる感じとか、もんでんじゃなくて肉と骨の間を剥がされてる感じ。終わりました。1時間の足のマッサージ、やばくない？ここやばいで、足取ってつけたみたいな感じ。足ふわふわしてる。確かにめちゃ上手ですね。めちゃくちゃ上手。いや、もう疲れたらここに来る、うん、そんなね、マッサージの人がそんなにたくさん人いないから、うん、予約もね取れない時あるんだけど、うん、その1人で行く時はあそこ、うん、で
誰か 2,3 人連れてマッサージ行くとかってなったら、うんうん、前回行ったところ。ああ前回教えたとこね。そういやめちゃくちゃいい、あのちょっとディープ台湾っていうか、予約方法は電話しかないので。電話か Facebook のメッセージでもいける。まあちょっと頑張って挑戦してみたい、行ってみたいって方めっちゃいいかも。私たちが終わった後 もう地元の方がどん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 来てたね。今タクシー乗って急いで、臨台峰向かってます。あの後ね、あの順番がやっぱりあの想像通りバン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 進んでってキャンセルした人が多かったんだろうね。今ね6番過ぎてるんで入れない可能性もあるね。そしたら違うところに行こう。多分大丈夫と思うけどね、うん。来ました、台北101。間に合いますかね。いやどうやろう、間に合わない気がする。あ本当に、まあ、行くだけ行ってみようか。来た。これはさつまいもの葉ですよね。はい。これ美味しいよね。夏しかない。そう、夏しか食べれない。これ美味しいんですよ。夏にね、臨台峰来る方はこのさつまいもの葉の炒め物ぜひも試してください。どう？うまい。美味しいよね。うん、シャキシャキネット。小籠包来ました。10個。あと牛肉麺も頼みました。ビンタイプの牛肉麺も美味しいんだよね。うん、いやまあ基本的にどの料理もやっぱハイクオリティ。ああそう。わあ久しぶり。マジでここの小籠包が一番好き。うまっ、今日めっちゃ食べる私。今日食べるね。うん、嬉しくなっちゃったよ。だってさっきこの麺も半分にさ分けといたのにさ、うん、あ牛肉あれ半分だったの。牛肉麺半分だったよ。かき氷もさ、ほとんど食べた。はい、ご飯食べ終わってホテルに戻ってきました。今回台北ではダブルツリーバイヒルトンというホテルに宿泊します。サクッと簡単に今回泊まるお部屋のルームツアーしたいと思います。でお部屋を入って大きめのクローゼットがあります。バスローブがあったりスリッパがあったり、あとアイロンとかもありますね。アイロン台もあります。でこのクローゼットの反対側、こちらのスペースはバスルームです。右手のところにトイレと、あとこちらはシャワーブースで、洗面台があって、アメニティは歯ブラシ、カミソリとシャワーキャップで、このホテルやっぱ何より嬉しいのがこちらバスタブです。この海外でバスタブがあるホテル個人的に大好きなんですけど、ここのねダブルツリーバイヒルトンのお風呂は結構しっかりとした深めの浴槽で、そしてね何より清潔なんですよ。なのですごく気に入っています。そんな感じでバスルームがあって、で部屋の方に入っていくと左手にミニバーがあります。でここに冷蔵庫があって、でそしてお部屋に入っていくと、こちらにキングサイズぐらいの大きなベッドがあって、でテレビと、あとはこの辺が荷物を置くスペース、そしてデスクとソファーがあります。ここのダブルツリーバイヒルトンは台湾に住んでる時からお気に入りのホテルで、本当ねこのホテルすごく清潔だし、お部屋も広くて中山駅の近くにあって立地もすごくいいし、おすすめのホテルです。そんな感じでもう今ちょうど夜の10時です。
明日から台東に、お仕事で行くんですけど、明日5時半には、このホテルでなくてはならないので早めに寝たいと思います。でも今日1日、短い時間でしたけど、たくさんいろんなものを食べて充実した1日になりました。また台東から帰ってきた後の台北での様子も引き続きお楽しみください。それではおやすみなさい。駅に来ました。ここから歩いて5分ぐらいかな。行ったことないよね。行ったことない。ここは別におすすめとかでも何でもなく、ただ食べたいものを食べに行くだけ羊の串が食べたくて来ました。まっすぐ、今日がですね8月の2日なんですけど、明日から台湾に台風6号が来るということで、台湾は台風休みというお休みになりました。台風休みって何？まあ、台湾は政府主導で、明日台風来るから学校仕事を休んでくださいっていう、まあ、通達が出る。なので、明日はコンビニ以外は基本的に空いていない。いや、コンビニも どうだろうな。コンビニも空いてない可能性がある。いや、俺もなんかあんま記憶が定かじゃないけど、とりあえず明日帰れるかどうかがちょっと定かじゃないんですけど、今日中に美味しいものを食べて帰る準備をしたいと思います。なんか雰囲気のあるここ来たね。まあ、この辺はいわゆるベッドタウンだな。例えばまず今から行くところは、観光で来る人はマジでいないと思う。あ、そうなんだ。そもそもだって台湾料理ではないしね。あ、そっか。みんなやっぱ台湾に旅行できたら台湾料理食べるし。あ、そっか。まあ、私たちが普通に食べたいなと思って行くお店です。ただめっちゃ人気やからね。あ、嘘、入れるかな。わかんない、席が空いてたらいいけど。着きました。お店の前に人いっぱいいるじゃん。まずあれね、はい、ここに番号、はい、ここに、これがテーブル番号、このテーブル22番ね、で、この羊串、辛くない、ちょっと辛い、ちょっと辛い、じゃあ4本しとくか。あとはこれが美味しいです。これが羊肉のスープ、これのちっちゃいやつで、まあ本当はこれも食べないかんないけど、何これ、ダーパンジーっていう鶏肉とじゃがいものスパイス煮みたいななんですが、今日僕たちは現金が足りないので食べれない。あ、そう、現金オンリーなの。現金オンリー。私たち1000元しかないの。まあ、さすがに足りるやろ。足りる。飲み物、飲み物は自分で持ってくる。あ、そうなの。来ました、羊串。めちゃくちゃ匂いする。食べてみて。柔らか、うまい、うまい。おお、羊串大好き。これですよ。辛いの大丈夫？そんな辛くない。なんかスパイスの味がしっかりついてて美味しい。臭みとかないね。全部きた。
が天ぷら、台湾天ぷら、台湾天ぷら、こっちの天ぷらはね、なんか日本語で何だっけ、練り物、そうそう、練り物、うん、これが羊のスープ、こういう、わで、これパクチー入ってるんですよ。あ、そうなんですか。俺ここでパクチーをね、好きになった。パクチーね、火入れるとマジ美味しい。あとは冷たい麺、これも美味しそう、めっちゃ台湾冷麺、あとこの辛いキュウリ、美味しそう。いただきます。これがスープ、うん、美味しい。意外やね。え、俺結構これダメって言われるかと思って。嘘、パクチー意外と大丈夫だ、ね、うめえ。久々食べた。ラム好きの人はね、マジで来た方がいいと思う。ね、確かに。はい、美味しかったです。うますぎ。うますぎいただきました。今は10時半。天気予報だと今から雨が降る予定だったんですけど、まだ雨は降ってません。あと風とかも吹いてない。特段変わった様子のない8月2日の10時半です。本当だったらそう、明日16時夕方の便だから午前中いろいろご飯食べ行ったりとかさ、そういう計画を立てたんですけど、明日はお店開いてなさそうなので今日最後なんで攻めていく。この疲れ切った体を羊でブーストかけてドーハー食いに行くな。そう、ドーハーを食べて今日一日を終わるし、そしたら明日お店が開いてなくても小籠包も食べたし、ラム肉も食べたし、ドーハーも食べたし、大満足だねって帰れる。まあちょっとなんかそのやっぱこれから台風シーズンでこの旅行中に台風が当たるみたいな、まあ可能性はあるよね、うん、そんなひどくないと思ったらこういう風に台風休みがさ出される可能性があるじゃん、うん、そういう時台北はどんな風になってなるのかっていうのもリアルにレポートしていきたいと思います。ジャーナリズムや。急に大丈夫そうだけどね。でも大丈夫そうとか言ってる時が一番やばかったりするんだよね。この風も吹いてないのが怖い、はい、この駅から北門駅に向かいます。乗り換えありますか。ブルーラインで西門町まで行ってそこからグリーンラインに乗り換えかな。はいはい、え、何駅でしたっけ。スワンリエン。あ、スワンリエンに着きました。で、あの、まあ、いつもね、ドーファーといえば私はこの駅の近くのドーファー荘っていうお店が一番好きなんですけど、今回はね、そのドーファー荘の近くにある孤独のグルメのロケ地になったドーファー食べてみようと思います。せっかくだし。こちらのドーファー屋さん、そのニンシャイエスーっていう夜市から出会います。あ、来ました。2種類好きなトッピングを選べるドーファーにしました。これが戦争ゼリーと、あとこれなんだっけ、このタンユレ、タンユレ白玉のイサトウキビのやつ、はい、いただきます。うん、確かに豆の味すごい濃い、美味しい。まあこれはどっちが好きかな問題あるの。どっち好き。ドーファー層かな。そう、私もドーファー層。でもこれはさ、好みの問題だよ、完全に。なんかね、ドーファー層の方がもっとさっぱりつるんって感じなの。だから、なんか食後とかに食べるときにさらっと食べれて、すっきり、後味すっきりみたいな感じで食べるからすごい好きで、こっちはなんか豆の味も濃いし、コクがある感じ。でも、ね、ここも美味しい。食べ比べしても面白いかも、うん、すごいさ、ドーファー荘もすぐ近くにあるから両方行ってみるのも面白い、絶対、うん、美味しいです。
はい、豆花食べ終わって大満足です。これで心置きなく日本に帰れます。明日が台風でも後悔することなく充実した台湾旅になりました。ございます。今日帰国日です。今はお昼の12時。一応台北は台風休みということでほとんどのお店が開いてないはずなんですけど、普通にお店やってる。なんかね、デパートとか、はい、郵便局とかは閉まってるね。あ、ほらほら、台風の影響により営業停止。まあお店の判断やな。うん、ほら、あの2階の鍋屋さんもやってて人入ってるし、ダイソーもやってるね。ね、え、なんか食べようじゃん。食べようか。うん、何がいいかな。 あと2時間あるもん。何も考えてなかったな。そう。全部やってないと思ったから。ちょっと空いてるか分からんけど、うん、チェーン店のワンタン麺食べようか。うん、あ、行く。ワンタン麺屋さんに行こうと思ったんですけど、私たち現金がもうないことに今気づきまして、で銀行もねお休みだから、お茶屋さんで換金してくれるのって。そう、あの台北に来て両替できる場所は、まあ、まず着いた時の空港でしょ。うん、であとはデパートとかでもできる。まあ、もちろんなんていうの、 ATM でキャッシングもできる。うん、でもそれもできないよっていう人とか、うん、今日みたいにデパートが休みになったりとか、うん、ちょっと空港行くの遠いなっていう時には、うん、中山のお茶屋さんで、うん、両替もやってくれるところがあります。はい、はい、そこに行きましょう。だからそこはガイドブックとかにも載ってるよ。載ってる。はい、有名らしいです。で、まあレートも別に悪くない。あ、そうなんだ。ここここちらのお茶屋さんだそうです。はい、両替して1万円が2100元。はい。先生。はい。ピンタングリーンティー頼みました。これ持ってワンタン麺屋さん行こう。そして雨風が強くなってきました。肉、野菜肉、エビ肉、肉、イカ、肉、肉、肉。じゃあ俺、野菜肉。うん、以上。うん、来ました。めっちゃ美味しそう。肉のワンタンナーメン。これが野菜肉。美味しそう。ほら、これにね、胡椒をいっぱいかけて食べる。やって。あ、これが好きなんだ。そんなにいっぱい？いっぱい食べる。へえ。胡椒こっちめっちゃかけてるわ。うまいでしょ。うまい。スープ自体が薄味だから。うん、美味しい。はい、ワンタン麺食べ終わりまして、そろそろ空港に向かわないとなと思ったんですけど、飛行機が帝国よりもプラスで40分遅れるっていうことが決まったので、ちょっとだけゆっくりできるかもね。まあ、ちょっとコーヒーでも飲み行くか。うん、カフェに行って空港に向かおうと思います。これは飛ばない予感がしてきたな。私もそう思う。か、単純に日本から台北の便が遅れた、うんうん、遅れた。さて、中山の赤峰街の方にやってきました。ダンボコーヒーに行こうか。うん、やってっかな。うん、ダンボコーヒーっていう、最近結構日本でも日本の観光客の方たちにも流行りだしてるカフェ。ちょうどあなたは台湾来たぐらいにできたよね。そう、
ヒー来ました。あなたこれはラテンにオーツミルクね、と、ミルクティー、そしてプリンです。このダンポコーヒーね、あのシナモンロールも美味しいので、来られた方はぜひシナモンロールも食べてみてください。美味しい。何も開いてないよ駅の。やっぱデパートみたいなとことかは開いてないんだね。そうね、うん、さあ帰ります。はい、皆さんこんばんは、ミクです。今台北の松山空港に到着しました。この後4時45分発の飛行機に乗って羽田に戻ります。今台湾に台風が接近してるんですけれども、私たちの飛行機は今のところ無事飛びそうです。なので予定通り日本に帰れます。今回は台東とカレンのお仕事で台湾にやってきて、そのお仕事以外の台北で過ごした様子を Vlog にまとめてみました。なので台北はかなり短い滞在だったんですけれども、短い滞在ながらもたくさん美味しいものを食べることができて大満足の旅でした。まだ皆さんに紹介していなかったお店もいくつか今回紹介できたかなと思っていますので、これから台湾に遊びに来る方の何か参考になるものがあれば嬉しいなと思っています。で、今回の旅の目的である台東カレンの動画はまた後ほど私のチャンネルで公開されますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。今回半年ぶりに台湾に来たんですけれども、やっぱり台湾すごく楽しかったです。今年はあともう1回台湾に来る予定があるので、今からもうすごく楽しみにしています。ではそろそろ飛行機に乗って日本に帰ります。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。Me and my friends are biding our time, staying in